大ヒット中のザ・ファーストスラムダンクのエンディング主題歌を手掛ける10ft、 制作の裏側を独占インタビューです。昨日発表された映画ランキング、初登場の話題作アバター最新作などを抑え、3週連続1位に輝いたザ・ファーストスラムダンク。そんな大ヒット作を支える主題歌を手掛けているのが、結成25周年のベテランバンドです。すごい話をいただいたなっていう、友達から連絡来て、そのうちの子供が最近 TikTok 見たら、すごい天気の曲、うん、大ゼロ感使われてるっていう、来たなと思いました。作者の井上雄彦さんが自ら監督脚本を手掛け、10フィートは井上さんと二人三脚で主題歌を制作。2年もの制作期間がかかったといいます。制作期間が2年っていうのは、自分たちの作品作りでは絶対ないと思います。井上先生からはどんな要望？湘北にとってはピンチなんだけれども、相手チームもかっこいいチームなので、そこもこう引き立つように、そういう話し合いはしましたね。敵味方問わず激闘を繰り広げる全ての高校生が引き立つように描いたそうです。さらに最もこだわったのが、映画の情報を公開までそんなに出さないっていう話は早い段階でお伺いしてたんで、具体的に言い過ぎてない歌詞で、なおかつ作品にも寄り添っている言葉選びっていうのがすごく一番大事にしてたところですかね。バスケット用語とかを記号のように使っていたり、クワザンドリハビーって逆から読んだ言葉をカタカナで書いたりしてるんですけど、逆から読むとビハインドザアーク、完成試写会でもう目が合った瞬間にこう来てくれはりましたね。今回本当に素晴らしい楽曲ありがとうございますって言ってくださったのが、もうその井上先生からそんな言葉をかけてもらえるとかもう夢にも思ってなかったんで。いやー、健次郎さんいかがですか？いや、僕ね、毎日聞いてます本当に。毎日聞いてます。ビハインドザーク実は気づいてたんですよ。え、気づいてたんですか？そう、それ気づいた時すごいテンション上がっちゃって一人でうおーって言ってました。この秘密を知った上でもう一回見たいという方も多いと思いますが、す、ね、第0巻が収録されたアルバム現在発売中です。実は今回、普通の映画ではありえないプロモーション方法が。それは公開前に一切映画のあらすじを明かさないこと。そのため SNS ではポスターなどごくわずかな情報をもとに考察合戦が。花道が坊主頭ということはインターハイだな。あえて情報を出さないことで期待感を高めていったんです。いやー、元バスケ部キャプテンの健次郎さん、はい、20年以上の時を経て映画化、はい、いかがですか？もちろん見に行きましたよ、はい。もうね、この V 見てるだけで涙が出そうです。やっぱりすごいな、胸熱すぎて、うん。でまあ、映画見たんですけども、はい、僕映画館で何回も見ることないんですけども、これは最低でも5回見たいなと思いました。最低でも5回。ちょっと話しすぎちゃうと思い出して泣いちゃうんで、この辺にしときましょうか。この辺にしといてもらっていいかな。この辺にしときましょう。はい、はい。Sick and tired of waiting, so we learn to fly. What a wild ride. Brave enough to make it, and we're here to stay. Yeah, we found a way. 進むべき道のその向こうに、We can make a new world where nobody knows. いつか夢に見たの場所を。 We're all the way up, up, up. 届かない Climb, fly, high. I got a feeling.